日本三重県松阪市飯高町連連協。レンダム開発前のため、画像左上に集落が見られる。出展、国土交通省、国土画像情報飯高町連は、三重県松阪市の町名。集落自体は水没しなかったものの、レンダムの建設に伴い、全住民が許可離損したため、 住民基本台帳に基づく2019年9月1日、現在の人口は0人である。2015年10月1日、現在の面積は35.862327166平方キロメートル。かつては小学校の分校を要した集落で、住宅の石垣などが現存する。連強があり、登山客や釣り客を集めている。松坂市の南西部。 旧伊南宮に飯高町の南西端に位置する。松阪市内では、飯高管内、森地区に属し、飯高町の中心部、飯高町宮前から約 25km、森地区の中心部、飯高町森からも約 13km 離れている。このため、ダム湖に水没しなかったにもかかわらず、全住民がレーンを離れる選択をした。くし川水系のハス川の上流にあたり、 四方を山に囲まれている。集落跡はレン川と宮の谷の落ち合いに形成された、戦場地からレン川沿いにあり、レンダム建設前には29個存在した。集落の背後には1300から1500メートル級の大高山脈が控えている。この山中には、連峡が形成され、無数の谷が刻まれ、多くの滝が流下する。集落跡までは、 三重県道569号連協線が伸びており、自動車で登ることができる。北は、飯高町青田、東は、飯高町猿山、滝郡大台町、滝屋、南は、滝郡大台町久島目、西は、奈良県吉野郡川上村中奥と接する。このうち、飯高町青田と飯高町猿山は、飯高町連と共にレンダム建設に伴って、廃村になった。 連携国とも称し、天川流域全体が該当する。江馬小屋谷闇屋の谷を、はじめ無数の谷で形成され、巨岩や原生林が林立し、多くの滝を包摂する自然形承地である。原生林の主要樹種はブナである。代表的な巨岩、断崖に、高さ約50メートル奥行き約100メートルの岩が、並ぶ、目音岩、100メートル長の断崖、犬飛びは。 約300メートルの断崖、千丈岩がある。カモシカサル本州寺クマなどが生息し、レン川ではアマゴを釣ることができる。こうした峡谷を目指して1980年代頃から登山客が増加し始めていた。道の駅、飯高駅発行の観光マップによれば、江間小屋谷は比較的容易に渓谷美を楽しめるが、宮の谷はベテラン向きであり、軽装で入り込むことは不可である。 特に宮の谷では時折登山客が滑落、転落し、死亡事故が発生している。江間小屋谷でも1998年9月20日に、キノコ取りに出かけた男女5人が行方不明になる事件が発生したが、捜索隊に伴われ翌日無事に下山している。どちらの谷も駐車スペースはある。飯高町連は、紀伊半島で、 唯一の虫取りすみれの群生地であり、1993年に、連の虫取りすみれ群落として、三重県指定天然記念物に指定を受けた。連の虫取りすみれは、変種のイータカ虫取りすみれであることが、三重大学の調査で判明しており、三重県版デッドリストで、絶滅危惧エル i とされている。天然記念物指定を受けている、自生地では、洞窟が相次いでおり、 2003年に、三重県は、気象野生動植物種に指定し、洞窟対策のためパトロールを行っている。2014年度には、崖にて、新たな自生地が見つかったが、洞窟対策のため詳細な場所や株数は、非公開となっている。近世には、伊勢国伊鷹にハゼ組に属し、蓮村と称した。蓮村は、江戸時代当初、松坂藩の廃下にあったが、 元稲5年以降は、紀州藩、松坂城代へと変わった。村高は時代により変化が大きく、元禄豪町では39国余り、天保豪町では19国余り、急行丘陵取調べ町では43国余りとなっている。明治2年の資料によると、当時の産物は米、麦、冷え、あわ、蕎麦、大豆、あずき、芋、随気、煎茶、干し柿であった。 同資料には他がないとも記されている。1885年4月20日、後の飯田課長立森小学校、連文校である大股学校、第二文校が開校した。1908年、神社合祀のため、連にあった八王子社は、森地区の黒滝神社に合祀された。1932年、後に三重県道569号連京線となる連と、 森を結ぶ道路が開通した。1936年7月6日、連文工の教員であった奥井光雄が自転車で通勤途中に落石に巻き込まれ、蓮川に転落、死亡する事故があった。連の住民は奥井の遺体を引き上げ文工の裏山に埋葬した。その後、33回忌を前にして1968年に奥井の辞席を綴った灯火の日を 文工の正門前に混流した。電気や電話が、ンまで惹かれるには、時間がかかり、電灯が灯ったのは1956年、電話が通ったのは1959年のことであった。この年には、伊勢湾台風が襲来し、レンは壊滅的な被害を受け、レンを離れる人が現れ始めた。さらに、生活構造の変化も加わって、 飯高町西用の集落であるレンの過疎化が進行していった。そして、自動数源を理由2970年10月15日、レン分校が閉校した。レンダム、レンダムの建設以前、住民の大半は林業に従事し、丸太や木炭を生産していた。日用品の購入先は隣接する青田にある商店家、清瀬を経由してレンまで来ていた。 行商人であった。そこで商店のある青高組や清瀬がダム湖に沈むことになったため、レンチックは水没地に含まれていなかったが、全湖が移転することを決意した。この頃のレンの個数は29個であったが、1980年度に5個が初めて移転保証契約に応じ、1981年度に12個、1982年度に6個が続けて契約。 残る6個も1985年度に契約を締結した。契約者は、レンダム下流にあたる飯高町森の犬会、下市の地区に用意された土地に移転するか、三重県住宅供給公社が松阪市で開発していた土地付き住宅の分譲を受け、おの,おの連のレンを離れていった。こうしてレンは1985年頃に廃村となった。隣接する青田、猿山も全戸移住し、 連川流域全域が無人地帯となった。こうして392個の移転の上1 9 9 1年9月30日、レンダムが竣工した。集落の跡地には各家の石垣などが残されており、2018年現在も確認できる。文庫の跡地は林の中にわずかに痕跡を留める程度となっているが、灯もの日は高肌小学校に移設された。 1869年以降の人口の推移。1869年以降の世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。飯高町連にはかつて飯高町立森小学校、連分校があり、文校化も制定されていた。連分校は連集落が無人になるより、前の1970年10月15日に、 本校の森小学校へ統合された。この際、文校にあった灯火の火が本校へ移設された。県道569号連協線、連川沿いに三重県道569号連協線が並走しており、自動車で訪問することができる。1932年に連と森を結ぶ道路として開通し、1951年に県道に昇格した。その後、 レンダム建設に伴って付け替え工事が行われた。連協線の終点より先は登山道となり、徒歩で分け入ることになる。1980年代には終点に、飯高町への連山の家があった。公共交通として、廃村前まで三重交通の路線バスが運行されて、いたが朝の上り一本と夕方の下り一本の位置、往復のみであった。 池小屋山付近の国股山には2008年に国股山青空広場ヘリポートが建設された。遭難者救助のための簡易ヘリポートであり、電源立地地域対策交付金を活用して松阪市が整備した。これにより、登山道入り口から国股山山山町までベテラン救助員でも4時間かかったのが、ヘリコプターで10分で到着できるようになった。ありがとうございます。